マイプロジェクト TV のイトケンです。サッカー日本代表の新監督が森保はじめ氏に決定し、東京オリンピックを目指す21歳以下の日本代表とフル代表を兼任するということが発表されました。選手時代にドーハの悲劇を経験してるっていうことで、僕ら世代はね、森保監督っていうのは選手としても有名なんですけど、若い人たちにとってはねちょっと混乱があるようです。森保はじめなのか森保人なのかわからん、森保さんかと思ったら森保はじめさんなのね。そこで今日は新生日本代表監督の頭の中をご自身の著書プロサッカー監督の仕事から垣間見てみたいと思います。では行くぞ。サンフレッチェ広島の監督をしていらっしゃった4年ほど前に書かれたこのプロサッカー監督の仕事、サブタイトルが非カリスマ型マネジメントの極意。まずねすごく読みやすかった。なんかカッコつけたような専門用語とかカタカナ用語とかもね全然出てこないし、実際に本の中でもそういう分かった風な、なんかかっこいい言葉を使うだけ使っても選手がしらけてしまうとかね、そういうことをね書いてらっしゃいまして、今更コンフリクトでペンディングなんてナンセンスですよ。ねできるやん。ほんとね、サラサラ読めちゃう。でサブタイトルに非カリスマ型マネジメントの極意、自分はねカリスマじゃないんだよ、でも上手にマネジメントできるんだよっていうね、普通の人でも上手にできんだぜっていうことがね、普通の我々もねこうちょっと中身をね見てみたくなっちゃうっていうね。では早速中身を見ていきましょう。頑張ってる姿をちゃんと見せれば華麗なプレーじゃなくても見せることができる。さっきのね非カリスマの話じゃないですけども、現役時代もね森保監督って決してスター選手じゃなかったんですよ。ただこう試合の中でね、他の選手がこう疲れて足が止まってくると、そういう時にこう目立ってくるタイプ、自分はスター選手のように華麗なプレーはできないけれども周りがへばっている時こそ自分の力の見せ所、そういうとこからもね見せ方上手な部分ももしかしたらあるのかもしれません。負けた試合だとしてもね、戦う気持ちがあれば観客にその気持ちは伝わるし、次に繋がることはあるじゃないですか。優しい見た目と違ってね、結構熱い男のようです。もし監督じゃなかったらという類の質問があると、僕は心理カウンセラーと書いてます。それくらい人の心に興味があるのです。このことからも客観的に、そして他人に目を配ることができる人物、選手の小さな心の変化にも気づけるっていうことだ。スタメンから外れてしまった選手を含めて、選手が今どういう心境にあるのか、チーム全体のモチベーションをマネジメントするのに重要な要素です。選手には一方的に話をするのではなく、あの局面ではどうしたらよかったというふうに投げかけることを意識しています。以前にねこのチャンネルでも心理現象の自己説得効果ってやつをご紹介しましたが、こうしろああしろっつってね、いろんなことを監督やコーチに言われるよりは、選手たちが自主的に考えて答えを出す方が理解も深く持続する。そのために選手に質問を投げかけているわけだ。自分のクラブで目を出してあげられればそれがベストですが、もしそれができなくても成長できたなと少しでも思ってもらえるように、選手に対してやれることは全てやっていく。選手をこう将棋の駒のように使わない人物、クラブチームの監督ならね、選手の成長っていうのを見届けやすいと思うんですけど、短い期間でこうチームを作り上げなきゃいけない代表監督っていうのも、国際大会とかを通じてね選手は成長する。この辺ね、オリンピック兼務っていうところとこうなんか繋がってきそうですよね。ということで、森保監督の著書からどういう人物なのかってことをご紹介させていただきました。この本のメインはね、サンフレッチェを率いていた頃のこうチームマネジメントの話がメインなんですけど、後半の部分にはこう日本代表についてとか、日本が世界に戦うにはとか、そういったことも書いてあるので、興味のある方はね、この動画説明欄に Amazon のリンク貼っておくので、ぜひご覧になってみてください。ざっくり言うとね、この人コーチング型って言われるやつですね。コーチングとは相手の能力を信じ、あえて教えるのではなく、コミュニケーションや対話を通じて相手から行動の選択肢を引き出すこと。コーチングについてね、これが全てじゃないですけども、よく使われる有名な例が、学校の教育ではこんな感じで一方通行のティーチング、先生から学ぶみたいなね。それに対してコーチングは双方向のコミュニケーションを通じて答えを出すわけだ。さっきの選手に質問を投げかけるってやつがまさにそれなんですけど、あれをやるにはね、選手一人一人を信頼し、一人一人に気を配り、相手の言葉だけじゃなく、時には直感を含めた全ての感覚を使って相手の兆候を察知する。それって簡単じゃないですよ。サッカー協会の指導者ライセンスの取得ぐらいになると、当然コーチングについてもね、トピックはあると思うんですけど、そういう意味じゃね、この本を読む限りでは、森保監督の、人間性というか、性格というか、選手たちから信頼され、一致団結できる、そんな監督かもしれません。
ということで今回はサッカー日本代表監督森保監督のことをご自身の著書からね考えてみました。サッカー先進国の外国人監督からあれこれティーチングしてもらう時代はもう過ぎて、コーチングによってより高めに向かうステップに日本代表はたどり着いたのかもしれません。ということで今日のおさらいです。コーチングとは相手の学習は成長を促し、潜在能力を解放させて能力を最大限に高める手法。森保ジャパンは日本人特有の組織の力をより強くしてくれるに違いない。ですね、実はワールドカップの前に前の監督西野監督の本も読んだんですけど、経歴としてはね西野監督の方がこう結構波乱万丈で面白いんですけど、読み物としてはねなんでだろうね、なかなかねページが進まなかったんです。その点ね森保監督の本はねめちゃくちゃサラサラ読めます。おすすめです。チャンネル登録よろしくお願いします。